ただここはセンスを巡って中へ行く。ジュートスからスリーどうか、もうフリーの状態、タイムアウトですね。いや素晴らしい、ここもミスマッチからしっかりペイントにディフェンスを縮めておいて、はい、エクストラパスで最後一番のベストシューターに西田に渡すと。もうしかも完全にフリーな状態ですからね、はい、これもディフェンスの数が足りないですからね、はい、はい、素晴らしいです。西田、この西田も非常にシュート力高いものを持っています。押し込んでいく、かわしていく西田。ミスマッチ、そして西田がここから打ってきます。決めます。バルビンをかわして、バルビンの方がサイズはあるんですけれども、バックダウンを狙ったプレーは隅野に当たりましたが、キックボールなどはなし。西田、おー、バルビンファール、バスケットカウント、触ってないだろうというような今ジェスチャーですかね。どうでしょうね、この肘がむしろオフェンス側がファールじゃないですか。2箇所ミスマッチになってますから、はい、はい、いかあそこを攻めてくる可能性がありますね。決まりました、決まりましたね。こうしたらがね、このスリーポイント、いやしかしネパウルとガードナーというのも見応えありますね。この2人のやり合いが、うわ、自ら行った。西田です。長野対渋田、非常に楽しみな対決。西田のショットを決めてきた。いやこれはさすがです、さすが日本。もう三河はしっかり時間を20秒使いながら、はい、はい、のオフェンスになりますよね。あ、ダブルチームで行きましたね、今ね。バスケットコントにした。そこでやらせるか、他の選手をしっかり抑えるかっていう2択になってくると思うんですよね。勝負強さがあります、長野聡。加藤のシュート、伊藤が取った。そして走っている、西田雄大、片手で叩き込んだ、ワンハンドダンク。まだ三河が3ポイントリード。そしていいディフェンスですね、西田。シェーファー、ダバンテガードナー、西田、ここにこれですよね、ここなんですよね。コリンズワ選手のミスマッチになるので、はい、西田が圧をかけていく、振り向いてのシュート、2ポイント消えました。戻しつつありますよね、はい、このシュート難しいシュートですよ。これ三塚間のバンクショット。いや本当に序盤でのお話もありましたが、新しく入ってきて本当にチームにエナジーを送ってますよね。そうですね、セミノが手を挙げてちょっとボールを要求しているようにも見えますが、リング下に入ってきた、西田です。バスケットカウント、三田のファールです。フリースロー1本が与えられます。やっぱりこの辺を群馬は止めたいですね。ここは奪いました、はい、さあ西田、おー、西田ダンク。ではディフェンスですけれども、ここですよね、ちゃんと、まあ、アイスポジションかもしれないですよ、今のね、かドロップしてるだけかもしれないですけど、ちゃんと正面立とうとしてますからね。今日はこのゾーンディフェンスが非常に効果的です、はい、三河を苦しめているという状況、キャッチアンドシュート、決めた、バスケットカウント。ここももう2人、ちょっと2人いっちゃったんですよね、ゼイパックスと斉藤の2人がいてしまったんで、はい、これうまく、宇都宮も今ねシュート落ちましたけれども ね、はい、いい形では攻撃できてますからね、はい、ややタフショットにされているのは三河かなという感じ、5秒4秒というところ打てるかどうか。ここで打ってった西田、バンクショット、やや苦しい時間にはなったんですが、それでも自分でねじ込んでいきました。そしてガードナー、ギリギリのところ決めてきた。誰もマスがいけなかったですね。入る前のこれ三河最後のオフェンスとなるんでしょうか。ローレンスから速いパス待ち、長野飛ばして、あ、ローレンスかむか、ローレンス侵入、ベイヨが入る、空いた西田、コーナー3を狙ってきた。来ましたで、うまく余裕を持ってますね。あー、もうローレンス西田フリー、ね、もう全部今シーズンの400分はもう確実に今日も記録しそうです。西田個人に一人で行く、張本行くとスピードの逆を作った、スピードのミスマッチをついてきました。噛み合わなくて、はい、オフェンスがうまくいってないかなと思ったんですけども、はい、そこを一対して打開できるっていうのはすごい能力だなと思います。そうですね、見事にサイズのあります張本連結。さあ西田ね、もう完全密着、まあ、西田のスリー、ボードに当たって入りました。ここでブザーが鳴ります。